最小限度の実力組織である自衛隊は憲法の認めるものであると認識するものであります。平成6年は日本の防衛政策にとって画期的な年となった。社会党党首である村山首相が初めて公式の場で自衛隊合憲を言明。日本の防衛は新たな時代を迎えた。平成6年は防衛庁、自衛隊にとって創設40周年という記念すべき年であり、その節目にふさわしくたくさんの活動がありました。どんな活動や話題があったのかちょっと思い出してみましょう。それではまずルワンダ難民救援隊の活躍をご覧ください。アフリカ中央部の国ルワンダ。この国では1990年以来部族対立による内戦が続き、戦闘や虐殺による死者は50万人を超え、およそ200万人の難民がザイールやタンザニアなどに逃れた。そうした難民たちもコレラや赤痢で多数の死者を出すなど悲惨な状況に置かれている。その難民救援のために陸上自衛隊、航空自衛隊合わせておよそ400名の部隊が派遣された。難民キャンプの劣悪な衛生環境はコレラや赤痢発生の要因にもなっている。自衛隊は消毒薬を散布するなど防疫活動を実施した。医療活動の拠点となったゴマ病院、これまでの国際赤十字や NGO などの医療活動では対処しきれなかった重症患者の治療や外科手術で日本の高度な医療技術が効果を発揮した。ゴマ市郊外の木部湖、湖の水を汲み上げ塩素殺菌して飲料水となる水を供給する。安心して飲める水があること、それは水不足に悩み伝染病の恐怖にさらされてきた難民にとってはまさに命の水であった。一方、航空自衛隊の空輸派遣隊はケニアのナイロビを拠点として物資輸送の面からルワンダ難民救援隊の活動を支えた。そして国連難民高等弁務官事務所の物資などの輸送も合わせて行った。また自衛隊の立場で見ると、そうですね、やはり国際的な人道救援活動、これに組織を挙げて参加したと、先端戦力としては260名ですけれども、一つの人道援助の在り方について一つの基準ができたのではないかと、そういうことで非常に意義があったというふうに思います。また同じアフリカ南部のモザンビークでは12月に新しい政権が誕生。国連の要請で派遣されていた部隊も任務を終了し、平成7年1月に帰国した。こうした日本の自衛隊の活動は国際的にも高く評価された。さらに11月、自衛隊法が改正。
海外在留の日本人が災害や騒乱により保護・救援を必要とする場合、自衛隊の輸送用航空機により緊急輸送を行うことができることとなった。今後、自衛隊の活動は国内だけではなく、海外での私たちの安全にも貢献することになる。さて、自衛隊の最大の任務は国を守ることですが、そのために日頃どんな訓練をしているのか見てみましょう。日米共同訓練も盛んに行われ、11月に実施した共同統合演習では双方でおよそ2万6000名が参加、過去最大規模の演習となった。また12月に開催されたアジア太平洋諸国安全保障セミナーや、ロシア、中国、韓国などの周辺諸国との防衛交流にも積極的に取り組んでいる。皆さんはこんな本が出ているのをご存知でしたか？このところ女性隊員の活躍が話題になっていますが、その活躍ぶりが写真集になるという画期的なことがありました。それでは女性隊員の健闘ぶりをご覧いただきましょう。海上自衛隊では水中の爆発性の危険物処理に女性隊員が活躍している。その任務は機雷・不発弾の処理、そして海難救助。そのため訓練は男性でもなかなかできない厳しい訓練となる。最初はやっぱり大変なところに入ってしまったかなって思ったんですけれども、やっぱり教育を受けて処分隊に行ってみて、で
プロフェッショナルな先輩方を見てたら、自分もああなりたいなって思いました。こうした女性隊員の活躍を見て、私も大変頼もしく感じました。それだけではないんですよ。皆さんがえっと驚くようなところでも、自衛隊は活躍しているんです。平成6年、自衛隊は多くの映画制作にも協力した。発射。今まで紹介されてきた他にも、今年は数々のニュースや話題がありました。第12回アジア競技大会が広島で開催。この大会で自衛隊は金メダル2個、銀メダル5個、銅メダル6個獲得の大活躍をした。また会場の設営運営のために第13師団の延べおよそ3800名が参加し、陰から大会を支えた。防衛庁の市ヶ谷移転計画に伴い、10月21日には市ヶ谷駐屯地1号館の解体工事が始まった。そして11月17日には、神奈川県逗子市の池後米軍弾薬庫跡地に米軍家族住宅を建設する問題について合意が成立した。国内における災害派遣活動に対しても国民の大きな期待が寄せられています。地震などの自然災害や大きな航空機事故が発生した平成6年も、自衛隊はいろいろな場面で活躍しました。4月26日午後8時過ぎ、名古屋空港で中華航空機が着陸に失敗、墜落、炎上、264人が死亡する大惨事となった。事故発生から5分後には、航空自衛隊小牧基地から隊員1500名が緊急出動。中持ってこい、隊員行けるよ。陸上自衛隊からも延べおよそ500名が出動し、救援活動に当たった。また、雲仙普賢岳の災害派遣も平成6年2月26日をもって1000日を超え、災害派遣としては史上最長の活動となった。年が明けて平成7年1月17日、阪神地方を震度7の激震が襲った。地震の発生に伴い、自衛隊は直ちに駐屯地近傍に隊員を派遣、人命救助に当たった。その後、午前10時、兵庫県知事から災害派遣の要請を受け、行方不明者の捜索、傷病者の治療、救援物資の輸送、給水、給食などの本格的な救援活動に入った。
これらの隊員の献身的な救援活動に対し、多くの被災者から感謝の言葉が送られた。我々は被災者として大変困っておりました。その間、その間に自衛隊の方々が救援に来ていただきまして、大変嬉しく思っております。ぜひまた機会があったら神戸の方に来てくれない。どうもありがとうございました。これから僕らがこの神戸を立て直していかなければなりません。その後ろを押してくれたのが自衛隊の人たちです。長い間ありがとうございました。ありがとう。おもちゃやるから、おもちゃ。平成7年3月31日現在、派遣された隊員の数は史上空前の延べおよそ170万人に達した。3月20日首都東京で地下鉄サリン事件が発生した。この同時多発無差別テロに日本中が震撼させられた。自衛隊は東京都知事からの災害派遣要請により化学防護部隊を緊急出動させるとともに、医官や看護官を都内の病院に派遣した。首都東京を襲った恐怖の犯罪は、国民の安全のために自衛隊がなくてはならない存在であることを痛感させた。平成6年は自衛隊の国際平和への活動が注目され、また一方では国民との触れ合いが深まった1年だったといえます。そして21世紀に向け、自衛隊の役割に対する期待も大きく変わり始めているのではないでしょうか。